三代目、春風亭隆子明治三十三年十一月十四日は、落語家。本名、鈴木文吉。俗に当時の住まいと、大酒飲みだったことから、倉前の隆子、倉前の大虎。一時期妻は四代目、土土一坊戦家。出身は東京、父は幼い頃に亡くなっている。1871年5月、後の隆亭つばめ枝の門下で、つばめ花。 明治5年頃に二代目、龍帝燕久さとなりその八百8 7 3年に、新内で、初代龍帝園路となり1878年に三代目、龍氏の看板を上げた。長年、柳葉の頭取を務めた。その後四代目霊霊亭柳橋に譲ったがまもなく、柳橋が没したので仕方なく、また頭取に戻ったその直後に、自身も死去した。 大変まずかったという話です。と六代目、三遊亭演唱は、寄せ育ちの中で酷評しているが、講談の初代、伊藤千友は、智友随筆に、話は上手かったが、客受けはしなかった。自分も、身を染みて、講座を務めるようなことはせず、楽屋で酒を飲んで、そのまま帰ることもあった。と記している。人望があり、死のメ枝が晩年で死を取らなかったので、 竜子が全部引き受け多くの春菜を要した。日清戦争の時期に、神田の寄せ、白梅で出演者が少なくて困っていたら、泥酔した竜子が、竜子が今日はするから、聞いてください。と申し出、そのまま人情話の文七元傑をたっぷりと演じて、客を感動させたが、当の竜子はそのまま講座で寝てしまった。治癒は、平勢はつたないが、今夜はどうしてうまかったろう。 というのが、聞いた人の皆言うところであった不思議の一つとして、当分のうちは、その噂ばかりであった。と記している。柳派の統率に力を注いだ。など三代目、柳屋子さんは、弟子ではなかったがよく可愛がり、竜亭つばめ花の名を与えている。ありがとうございます。